バイオハザードリベレーションということで、今回からも新シリーズなんだけど、このシリーズはパート1だけ動画にして、あとは生放送でやるよっていうで、まあ、生放送じゃ見逃した人どうするのってなるじゃん。ちゃんとあの編集してさらに動画として出すから、まあ、生放送見逃してでも大丈夫っていう、うん、単純にあの俺が怖くてできないんだよね、あの一人じゃ。もう本当に怖いから、生放送ならまあ、誰かに見てもらってるから一人じゃないじゃん。だからそれなら怖さ軽減するかなーって。つか絶対軽減するわ。絶対軽減する一人でやってるより。もう一人暮らしだから怖くて。もうしょうがないから。うん。てな感じ。で、パート1だけ動画にしていく。行こう！メンタバ怖えよ。難易度はもちろんノーマル。後ろの影がもう怖えわ。早えよ。もう怖え。なあ、綺麗だなー。2012年のゲームのリメイク、リマスターっていうのか。なんだけど、綺麗じゃん。さすがスイッチ。ジル。ああ、ジルが主人公か。ここできなこがスプラトゥーン2をしていく。このおっちゃんは知らねえな。ゼノビア、見るからにゴーストシップだな。周囲を回って侵入ポイントを探すわ。でかっ、船の話。あ、そうやっていくの？すげえ。クリスとジェシカが行方不明になって94分が経過。通信リンクの接続が最後に確認された位置から想定すると、この船のどこかに2人はいる。あー、クリスも出んのか。あ、もういきなりか。いきなりすぎん？いきなりすぎる。待て待て、ボタン、これチュートリアルない感じが。まあ、いや、銃だっけ、撃てればいいんだろ。チュートリアルないね。おーおー、わかんない。ちょっと待って、何もチュートリアルかガチでチュートリアルねえのかよ。これはこれ撃つ感じじゃない？違う？武器で壊せそうね。あ、これでチュートリアルってことね。オッケー、リロードは四角じゃん。やっぱりどのゲームも大抵四角なんだよな。待って、もう怖えよ。早くね。でもさすがに、ひどい匂いだ。待って、ちょっと感度が弱いな。感度弱い。あ、こんなもんかな。あっと、起き上が、腐敗がひどいわ。腐敗してっから起きれねえか。起きれねえかって、いや起きなくていいんだけどさ。うわうわ、びっくりした。プロペラか。ここで何があったの？異常だろ死に方が異常なんだよ。これダッシュはないのか、このゲーム。ダッシュはないくさいな。待って、バカ怖っ。うわっ、うん、なんだこの画面のアングルは。マジ怖い、やべ。待って、これ何、これ2人いるのか。それはありがたいな。ゴーストシップだぜ。ちょ、ガチ声。おお、あっ、この船、何かがいる。早い早い、展開が早い。いや、おかしいだろ。あっ、うわ、やば、そこ行ったんだ。ドロッドロやん、ネチョネチョの駅が。汚っ。待って、もう怖い。いや、マジ怖い。ちょ、いきなりごめん音量注意ね。俺音量注意のテロップは出さない派だからさ。なんだなんだ。あ、渡ってるんだ。滑ってる。滑りだよ、楽しむならな。絶対いきなり来るじゃん。じゃあ、うわ、血だ。セーブになった。セービングって入った。やばいやばい、ちょっと待って、後悔してる。早くも
通に早くも後悔してる。ああほんまクソ、見たことのない形をしている。いや最悪。あ、でもマップがあるね。マップがある。電源が落ちてる。エレベーターは使えなさそうね。なるほどね。で、なんでジルはおっぱいさらしてんの？俺の恐怖を少しだけ軽減させてくれてるかもしれない。ジルのおっぱいによって。あぶねえ、ジルのおっぱいゲーだったか。こっちはなんもないな。こっちだ。出てくんな、出てこい、早く。壊れてるわ。見りゃわかるわ。来いよ。待って、やばい、やばい、やばい。オッケー、オッケー。出てこい、早く。マジやばいかもしれない。ほんで、いや、ほんとに大きな声出るよ。ほんとに。お前が前行けよ。女に前を進めさせるとか、お前。あ、これ絶対出てくるやん、これ。裏からパターンか？出てこない？え？なんだよ。何もないか。これロッカーになんかあるとか？やばい！お！これ絶対下やる、絶対下やる。絶対下やる。あ、ないか。あぶねえ。よしよし。怖い、ほんとに。おお、ネズミはゾンビ化してないのか。これはショートしてるわね。とことんダメだな、ここ。なんだこれ。ここの電源は生きているよね。はあ。ここの電源生きてるってことは、これのあれをつなげるとかじゃないの？違う？やばい、もう来るだろ。いや、もう来るなら来てほしい、早く。早く来いよ。来い、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 来るなら来い、早く。これは？ハンダの弾か。やば、死ぬほど怖え。来い、来い、来い。うわ、やべえとこ来た。むごいわ。顔が潰されている。そりゃクリツも行方不明になるわ。大丈夫？あ、やべ。もう生放送したい。パーカー、手を貸して。ああ、わかった。何これ。いや、気持ち悪い。待って、なんか出てくるかも。お、銃だ。何かある。銃かしら。いや、銃だろ、どう見ても。どうする。目腐ってんのか。任せて。やばい。そこで突っ込む？やばいよ、それは。あ、匂いがやばいんだろうね。クリスのじゃないよな。不吉なこと言うな。やばい、いる。尻がすごい。あ、気持ち悪い。顔面。待て待て、なんかおつけおつけ。マッパ広いからしっかり弾を節約していきたいからね。いや無理だ、これ顔面むずいわ。いや BBG で鍛えた。圧倒的エイム力で当てていく。やるじゃん、やるじゃん。やばいやばい、変なとこ落ちた。おお、いいじゃん、いいじゃん、頭当たるじゃん。やる、やればできんじゃん俺。あいつ襲われねえのか、あいつ。やった。こいつが一番弱い敵。見た目えぐいぞ。あの船員たちを襲ったのも嫌な予感がする。どこなのクリス。こんなところでさ、そのクリスが生きてることが信じらんない。おっと、わあ、始まった感じ。エピソード1、エピソードごとに分けられてんだ。
イントサ、デフィス、デビス、ちょっと読めないな。デビシスか。はい、ということで、ちょっとここまででいいっすか。もうちょっと一人じゃけ、限界を迎えた精神の。お、なんだなんだ。明る。ここは日の光が降り注ぐ地中海沿岸の美しい港町。この海岸沿いの沖合に11年の歳月をかけテラグリジアが建造されました。テラグリジアは最新のインフラを備えた海上都市であり、衛星を使った太陽光集積システムなど建設中からその環境に配慮した都市設計で世界の注目を集めました。しかし2004年、開発反対を訴える組織ベルトロによってこの町でバイオテロが引き起こされました。ウイルス散布と同時に生体兵器 BOW が放たれたことにより、事態の収拾は困難を極め、隔離された海上都市で被害は広がり続けました。 FBC は大国政府主導による最大の対バイオテロ組織として設立され、テラグリジアでの対応において指導的役割を担いました。一方、国家間の利害を超えてバイオテロ対策を行う NGOBSAA はオブザーバーとしてテラグリジアに入り、 FBC のサポートに当たりました。対策本部は被害の拡大を防ぐため、都市自身の発電システムを利用、自戒させることで被害を最小限にとどめたとしています。テラグリジアパニック、人々は消滅した都市の名を取り、この事件をそう呼びました。その後、実行犯であるテロリストグループベルトロの壊滅を FBC が発表、事態の収束宣言となりました。2005年現在、ここには静けさと落ち着きが戻りつつあるかのようにも思えます。しかし、ご覧のようにテラグリジアの廃墟は隔離され、バイオテロへの恐怖を人々に思い起こさせるモニュメントのようにその姿を残し続けています。ボス自らお出迎えとは珍しいな。ああ、医者が運動しろとうるさくてな。君らもこの辺り一帯を FBC が封鎖してきたことは理解しているな。だがこの数週間、正体不明の漂着物の情報が相次いでいる。 FBC の隠蔽体質も、海から流れ着くものは止められないってことだ。場所が場所だけにウイルス汚染が疑われるのも無理はないわね。ああ、我々 BSAA もようやく現地調査にこぎつけたわけだ。クエントから例のものは受け取ってきたか。ああ、愛称はジェネシスだろ。正式名称は何だっけか。マニュアルを読んできてないの。いや、持ってきてはいるが。ものは試しというしな。早速そいつで調査を開始してくれ。ああ、あったぜ。結構ローディング挟むね。でもなんか短いね。恐ろしくローディング短いぞ。ジェネシスマニュアル。まあ、要するにウイルスがどうか解析することができるやつってことでしょ？ウイルス解析データから簡易的なワクチンを生成できる。ん？探知可能なものが近くにあれば、モニター右下のインジケーターが点灯する。なるへそ？まあ、いいや。ここまで。うん。なんかえぐい肉片みたいななんか目の前になるけど、ここまでかな。これからまあ生放送をやる日なんだけど、もう正直申し訳ないけど完全ランダム。ただ朝とか昼にやることはない。やるとしたらまあ20時から23時の間がスタートかな。うん。で、日にちとかは全くちょっと本当に自由にやらせてもらう。申し訳ないんだけど、
もう俺日にちしか決めちゃうとねダメなんだよ。使命感みたいになっちゃってねちょっとダメになっちゃうから。ただしっかり見逃した人用にアーカイブはしっかり撮るんで、あとツイッターでやる前、やる30分前ぐらいにはできるだけ告知したいね。30分前だね最低でも。いや結局そのくらいじゃ全然わかんねえわって感じなんだけど、まあ、とりあえず生放送でお会いしましょう。アデュー。